こんばんは。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第310回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。今日はなんと生放送です。いやー、始まりましたね、赤坂から、はい、生放送で。生放送でござんす。ただしですよ、はい、皆さん、TBS ラジオ、はい、CBC ラジオ、はいはい、RBCI ラジオ以外でお聞きの方は、3月27日深夜に生放送したものを今聞いていただいているという状況です。ご理解ください。疑似生みたいな、疑似生みたいなみたいなことですね。生みたいなことです。はい、ことですね。ご理解ください。はい、ご理解の方お願いいたします。まあ、なぜ生放送なんだと。そうなんですよ。言われましても、はい、スケジュールの都合上。ああ、そうだ。大阪にちょっと我々が行っていたりとか、ね、はい、行ったりとか、いろいろあって。いろいろありました。はい。で、今日は生放送ということで、はい。はい。よろしくお願いします。いやー、ありがたい。もうこれはでも最初にお伝えしておきたい。はい、何ですか。我々の空気階段第6回単独公演無修正。はい。ツアー前半、東京、札幌、名古屋、千葉県旭市公演の先行申し込みが明けてもう今日ですね、はい、28日火曜日午前11時までとなっております。あ、そうですね、はい、これが実は、地方公演はまだ確率が高いんじゃないかという説が出てます。なるほど、これはもうちゃんとした情報ですね。これは公式の見解が出てます。なるほど、そう、量産泊とかそういうのの情報じゃなくて、はい、ちゃんとしたもうちゃんとした情報ですね。ちゃんとしたしっかりとしたしっかりとしたところからの情報としまして情報で、はい、はい、いやありがとうございます。絶対に来た方がいいです。わかりました。地方ですね。じゃあ例えば旭市とかそういうことかな。旭市とか、うん、あと、まあ、札幌、旭市、この辺りがどうですかね、はい、ってことです。確率が高い、はい、わかりました。めっちゃ面白いから絶対に来た方がいいと思います。いや、もう ぜひお越しください。マジで今日もネタ作っててマジ、マジ笑いました。本当にこれもう規模がもう大きいもの、本当に皆様が来ていただかないともう我々が消えてなくなってしまうんで、どっか行っちゃうことになるんで、ぜひ本当来ていただきたい。本当に今これを聞いてて、はい、来ないなんてなしですからマジ絶対に来た方がいいんで、よろしくお願いします。今大体何パーセントぐらいできてます。今が今ですか。パーセンテージと、ええ、7% です。あー、上がりました、はい。でもこの7、いい7だからね。俺ぐらいになったらもう7でいい7、どれぐらい面白くなるかってもう分かりますから。7結構これ重要ですから。11年芸人やってますと、はい、めっちゃおもろいですか今回。はい、絶対に来た方がいい。よろしくお願いします。お願いします。あ、私の方からもね、ちょっと一つ注意喚起がございまして。注意喚起、というのもね、昨日の夜、11時過ぎですかね、はい、突然、はい、母親から、はい、LINE が来まして、私のお母さんから、はい、で、なんだと思って、その遅い時間にね、急いでこう見たら、母親からねメッセージが届いてまして、うん、で、そのメッセージが、BTS の、JM から、すごい言い寄られてるんだけど、どうしようっていうね、来たんですよ、はい、で、これはもうこれは大変だと。大変だよ、 BTS の JM から言い寄られてるなんて、あなたのお母さん何言ってんだと思って、まあね、そのすぐ電話したんですよ、大変だもん、大変だし、まあ、本当に JM から言い寄られてても大変だし、どの道ね、はい、で、こんなその初歩的な手法というか、一本目みたいな、このネットが普及してからのさ、なんかその詐欺というか、そういうの一本目じゃない、これってだいぶ前ですよね、うん、確かにだいぶ前とかは結構来てましたけど、それが今やもう Z 世代とかさ、そういう言葉がもう出てきてるこの時代にさ、JM から言い寄られてるんだけど来ちゃったからすぐ電話したのよ、もしっつって、でどういうことっつって、説明してっつって言ったら、そしたら、いやいや、それがつって、もう JM がよもうちょっと気分害してるじゃん、もう JM しつこすぎてJM がよLINE 教えてくれませんかって言ってくるんだよいや、うっせ、いや、なんでそんなことになるのよっつったら、いや、
あのよつって、あのチャンヨムをよ、うん、あフォローしたんだよ。チャンヨム、チャンヨムをよ、チャンヨムっていうのも BTS、 チャンギョムだ、チャンギョム、そうもう BTS の方です。いやだからそれ聞いたんです、 BTS ですかって、うんうん、BTS なのチャンギョム持ってた、うん、したら、いやチャンギョムは違えよっチャンギョムはあのあれだよ、うん、キュービのなんとかに出てたチャンギョムだよ、うん、って言ってて、うん、俺も全然知らないドラマかなんか、あ韓国のね、うん、俳優さんなん、うん、みたいなんですけど、うん、その俳優のチャンギョムだよっつって、うん、でチャンギョムを、うん、フォローしたんだよっつって、うん、そしたらよチャンギョムフォローしたらいきなりもう JM がフォローしてきやがったよBTS のよ何やってツイッターっつったら、うん、インスタだよインスタやってんだよJM の野郎がそれでよいきなりこんにちはって来やがってよでなんだ JM と思ったらよなんだ JM この野郎と思ったら LINE 教えてくださいって言われちゃってよどうしたらいいんだこれあのさ、うん、いきなりその日本のさ、うん、ね、うん、その日本に住んでるその主婦のね、うん、ところにね、うん、そんな大スターが世界のね、うんうん、BTS がさ、うん、そのしかもチャンギョムさんをフォローしたっていうだけでね、うん、いきなりその DM 送ってきて、うん、そんな言わないでしょって、うん、おかしいでしょって、おかしい、これはこれはもう絶対に詐欺だから、うん、わかんないのって、うん、詐欺だから絶対にこれ返信したらダメだよって言ったら、うん、そしたらさ、うん、そうなのかちょっと待って JM じゃないのかじゃあもうそういうことはすいませんできませんって返しとくわいや返さなくていいっつってんのそういうことはできないそういうことはできませんすいませんって返しとくわ、うん、もう丁寧にね大人の対応としてはそうだけどねそうって言っててさ、うん、そもそもそれは JM からその言われて困ってるとか言ってるけどその、うん、その BTS 好きなのって聞いたら、うんうんいや BTS だ知らねえよって全米ナンバーワンを取ったみたいなのあったっぺ全米ナンバーワンの CM でやってたのあったっぺよっ、うん、あれしか知んねえよ、うん、はい、あ、じゃあなっつって電話来たよというわけでも本当にねこういう感じで、未だにねあるんですこういうそういう手口の手法のあるんだねなんか本当に、うん俺は高校生の時とかのもんだと思う。そうそうそう。まだガラケーの時に結構ありましたけど、うんうん、永瀬さんとかからメール来たりとかしたじゃん永瀬さんとか、うんうん、あのヤマピーとかさヤマピーとか松潤とかそうから来たりしたじゃない、うん、そういうのが未だにあるのよそれをその韓国の、ね、グループとかに変えてなるほど、ねうん、だからこれはね、まあ、今一度本当やっぱ初歩的なことなんですけど、はい、やっぱり注意喚起として皆さんにお伝えしたいっていうのと、はいうん、やっぱりそのなんだろう本気にしちゃう人もやっぱ中にはね、うん、いますから、はいうん、私の母のようにね、はい、あとやってる人いたら本当やめてくださいという JM を語ったりするのは、うん、お願いしますね、はい、というわけでここで1曲 BTS でダイナマイト改めまして空気階段の水川かたまりです鈴木もぐらです本日は生放送でお送りしております、はい、それでは本日のゲストこちらの方ですどうもー人生のピークは生まれた瞬間、岡野陽一です。よろしくお願いします。お願いします。いや下り坂です。いやーね。まあでも一応ピークあるだけ、いやいやいや、ありがたいですよ。ゼロ歳がピークだった、この前考えたらそうだったよ。全員が喜んだわけですから、ね。そうなの。そうそう。みんな喜んでくれる、まあ、みんな祝福。ましてや、しかも長男ですから。そう。初めての子供だから。初めてのお子ですよ。なんとなく覚えてるも生まれた時みんな笑ってた。はい。待望の。ああ、それは待望だって時代も違うしね。そうそう。今はまああれだけど。待望それが。40何年も前だね。時代もありましたし、それ。40何年経って、二足歩行できるうんこになったから。そうだよ本当に次男になっちゃったし対価が激しいですよ長男でもないし、うん、親の顔もどんどん暗くなっててあんなに喜んでたのにね本当にいやありがとうございます本当にいやいや久しぶりにねありがとうございますいやいや本当あのすいませんでした本当にああそうだ、はい、岡野さん、はい、ね結婚式自らの結婚式にね、はい、
出席できなかったんですよね。忘れてた。忘れてた。完全に。そう、忘れてた。はい。完全に、岡野さんの料理は、僕らの構成作家の瀬尾が全部来る。瀬尾が全部。あの、やばいやつ、ウミガメみたいな。ウミガメの中身みたいな見た目の人でしょ。その瀬尾が。剥がした後っていうか、そうそう、剥がしたら、あれが出てくる。やつが全部食いました。あ、食べてくる。無駄には。なんなかった。いや、もう全然無駄にはなって。その説はね、はい、本当にすみません。いや、ありがとうございます。先ほどご祝儀の方もいただきました。ああ、はい、もちろんそれはちょっともう申し訳なかったんで。そうなんですか。渡しました。よかったですね。はい。ちょ、まあまあ。どのくらいというか。いやいやいや、まあまあ、ほんとね。ここでは言えない。生放送じゃなかったらね、言っちゃうんだけど。あら。生放送と言えない？生はもう言えないもの渡したよ。何言えないもの？本当に言えないものをもらいました。言えないもの？ヒントっていうか。ヒントももう言ったらもう終わるよ、これ。やばい。やめなよ、もうその話だよ。違法なものってこと？まあね、簡単に言えば。じゃ、ダメだ。ダメだよ、違法なものではないですよ。ダメですよ。違法なものではないでしょ、絶対。またね、また、アフタートークとかでさ、アフター、編集ができるって、なんか一応さ、こんなことでっていうのもあれだけどさ、嫌じゃん。こんなお互いさ。しかも、おめでとうの問題だよ。そう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 。一応ね、この本編の後、アフタートークってのがあるから、そこでじゃあ、そこでちょっとなんか一応、そうですね。編集できる状態で。状態で、判断する時間がある状態で。ダメだと思ったら、まあ、P とかね、言ってもらったり、フェイドアウトとかしてもらったらいいですし。でもさ、その、このさ、いや、もちろん申し訳なかったと思ってるよ、その結婚式にね、行けなかったの。はいはい、で、その、前日に、もぐらとね、飲んだ時に、あ、そうです、そう、もぐらに言われて俺気づいたの、明日、はい、塊の結婚式だっつって。はい、そうそうそう。うえーってなって。で、LINE 来たの思い出したのよ。はい、その場で見てね。うん、で、既読つけてなくて、俺。はい、で、既読つけてないのに、こっからはね、おかしなこと言うよ、僕。はい、既読つけてないのに、飯を用意して来なかったってどういうことだよ。まあ確かにね。いや、そうなんだよ。出席欠席みたいな、そののをやってないわけでしょ。今、LINE で招待状みたいな。招待状は LINE で送って。なんだね、今ね。ポストじゃなくてね。ああ、そういうのもあるんだ。だから今、あれ自体が招待状なんですよ。岡野さんが既読つけてなかったやつ。ああ、なるほど。だから岡野さんは招待状を。届いてないもん。届いてないってこと。未読ってこと。むちゃくちゃ言って。それで勝手に料理して、あいつ来なかったわ。もう、やばいよ、やり方。本当に。やばいよ、いつも。どっちが変だって言った時に。まあまあまあ、まあそっか。そう、どうやばい。本当に。むちゃくちゃな暴論。もうでも既読はさすがについて。今、まだつけてないと思った。嘘だろ。つけて、いや、怖い。なんか、見た見てないの話になる。ああ、なるほど、なるほど。嫌で。そっか、一回既読つけちゃったら、もうその、証拠がなくなっちゃう。しかも、もう一個あるのが、その時、俺、モグラのラインしてたけど、塊知らなかったんですよ、多分。あ、そうですね。ですよね。LINE は知らなかったんで、もぐらに、岡野さんの LINE 教えてって言って、聞いて。で、その、来たらなんか、友達じゃない人から LINE が来てますけど、みたいなメッセージが確か来て。はぁ、なるほど。じゃ、なんでこいつと思って見たら、水川かたまりって書いてあって。あ、こうたか。そうそう。こうたって書いてあって。そうそう。それは、あ、そっか、水川こうただし。本当にあの、水川かみたいな。そのさっきの、あの話じゃないみたいなことしないで。お母さんの。JM みたいな。俺も、なんか、そうだ、こういうのかみたいな思ったから、どこのドイツが、水川かたまりを語って岡野陽一を騙すんだよ。やべえ、まあ確かに、ありえるっちゃありえますか、確かにね。用心深いから、ちょっと開けなかったな。警戒心がやっぱすごいから、岡野。そうそうそう。意外とね、そのちゃんとしてるから。警戒心すごいのかよ。警戒心すごい。ガード硬いから。よかった。結婚式でもよかったでしょすごい。いや、よかったですね。行きたかったな。もう一回やってくるよ。やるわけねえだろ。もう一回やってくるよ、もう。まあでもやるんじゃないですか。10周年とかでやりそうじゃないですか、なんか。10周年 ?10 周年とかね。そういうのでやる人もいるじゃない。銀婚式みたいな。とかさ。あー、なるほど。やるでしょ、どうせ。やんないよ。やんないよ。いや、だってディズニーであげてないじゃん。ディズニーであげないよ。なんだよ、ミニーちゃんなのに。まだ入ってんでしょディズニープラス。ディズニープラス入ってます。入ってんでしょ、うん、じゃあディズニーであげたいとかそういう気持ちあるんじゃない、うん、それは別にもうないです。一回はもう、あんなもう。本当にないって聞いた？いや、別に聞いた。いや、あるってそうないよ。ないよ。じゃあ2回目はディズニーでやろうよ。ね、そう、ディズニーでやって、うん、あ、いいよ、そう、見たい。いや、別にいいんで、うん、もうわかんないですけど、だから岡野さんの結婚式と時呼んでくださいよ。あおめえ、生でやめるやん。今のが福井弁です。福井弁こんなんじゃないわ。生でやめるの言わないよ、そんなの。
いやいや、まあまあ、ぜひね、またなんか、お祝いが。じゃあまあまあ、またそう、お祝いをね、行かせてもらいます。いやいやいや、ディズニーも行きたいしね、僕らもね。一緒に行きたい。その後二人とかみんなで乗り物とか。ディズニー行こうよ、ディズニー。ディズニー。最近行ってないよ。ディズニー行ってないですか？うん。え、行ってます？あなたたちは。僕も全然行ってないです。ですよね。うん、はい、うん。あなたも行ってない。僕も、11月から行ってないです。え、3人で行こうよ、一回。やだよ。3人でディズニー。いいじゃん。それでさ、踊り場の生放送でさ、あ、なんかこの時間やってねえか。あ、ディズニーはやってない。ね、収録でいっか、収録で。まあまあ、その人は収録で。今からビッグサンダーマウンテンの近くの喫煙所に行きます。なんで？でもなんか、お母さんなんか USJ 行ったっていう情報入ってますけど。え？あ、行きましたよ。あの、今年の年始に。え、それ、はい、その方はジュリエットさんと一緒に。ジュリエットと、あの、一緒に。二人で。はい。車で、とにかく。あ、車で？はい。車で、3日間かな。4日間休みをいただいて。えー、とにかく、レンタカーで、はい、USJ を目指すっていう、はい、旅に行きました。あ、東京から。そう。で、その、なんだろう、パチンコ屋によって、はい、その、旅の資金を増やしそうとしたり。旅打ちね。旅打ちしたり。で、途中で、あの、彼女が、はい、あの、なんだろう、寝てる間に、ナビを入れて、はい、あの、目的地を名古屋競馬場に設定して、はい、で、そっから、で、起きて、起こして、はい、さあ、運転してください。ここに行ってください。どこどこつって、名古屋競馬場に中京行って。はい。寝坊ほどやられたよ。全然 USJ で何も買えなかった。あのバックしてね、あのバックして駐車したんでしょ。お前あの話なんなんだよお前。沖縄の話でさ、そうね、俺のお母さんあのバックするからね。そう、僕の駐車 の車のバックのやり方が直で後ろを見るパターンだっつって。直で後ろ見るパターンなの。かっこいいやつ。そう、かっこいいパターン。女子があれやるから。あれショックだった。だってその場で一言もこいつは言わないのよ。後でさ、ラジオでさ、あいつはずいみたいなさ。はずいじゃない。かっこよかったっつってる。本当に。これ最高や。いやまあテンション上がったな、さすがに沖縄は。沖縄行きたいですね。沖縄行きたいよ。沖縄行きたい。3人行こうよ、沖縄。なんで3人行ってきたのいいよ。あの、生放送でお送りしました、はいはいはい、あの、手紙がある方からちょっと今日は届いてるということで。手紙？メールじゃなくて手紙。はい、手紙です。え？ちょっと読ませていただいてもよろしいですか、はい、はい。じゃあ失礼します。はい。え？ BGM？ いきますよ。もぐらさん、勝間井さん、スタッフの皆様、ご無沙汰しております。はい、ストアーズ山崎です。山崎ストアーズさんだ。山崎さんだ。第6回単独公演、無修正のご決定、おめでとうございます。ありがとうございます。また、先日の放送にて、新作グッズを制作するとお聞きしました。はい、今回の単独公演グッズも、ネットショップは、ストアーズにお任せください。え？ご都合で現地に行けなかったり、現地で購入する時間が限られている方でも、はい、グッズだけは安心して買えるよう準備を進めておきます。うわ、ありがとうございます。空気階段の踊り場ストアを引き続きよろしくお願いいたします。おストアーズ山崎。おお、ということで、はい、山崎さんからお手紙をいただきまして、はい、なんと来週からストアーズさんがこの番組のスポンサーさんに持ってきました。ありがとうございます。ストアーズさん、え、すごいじゃない。いや、ありがとうございます。すごいですよこれ。私抜けた回ぐらいになんか立ち会わせてもらってて、確か。あ、そうそうそう、やめちゃったんだと思って、逆になんで抜けたのそのこのごめんなさい、本当こんなせっかく帰って、それはやさってきて、いろいろあるじゃん。いいじゃないですか、帰ってきてくださるんだったら。あるんです。もうそう、攻めるようなことやめましょう。戻ってきてくださったんで、ないのだよ、はい、でまあストアさんがね、まあ、だからあの空気階段の踊り場オンラインストアも、うん、これも引き続き営業中で素晴らしいやってますから、うんうんはい、でそこでストアーズさんといえばですよ、うん、やっぱりね岡野さんのラジオ CM でしょということで、来週から流れる岡野さんのラジオ CM を今ここで撮っちゃいましょう。ちょっと待って、嘘、撮っちゃう。そうだ。ええ、はい、何、はい、何 CM、 あのストアーズさんの CM です。はい、ええもうすぐ撮りますから。ちょっと待って、結構今来たと思うんですけど。違う、はい、今来たよ、今来たけど、はい、これだからもうこれ、マジで言ってんの。原稿がですね、うん、一応
読ませていただきますね、うん、どうもで、まあ、一言あって、ごめん、まあ、そこが問題ないのよ岡野陽一ですで、まあ、ストアーズは誰でも簡単にネットショップが作れるサービス、うん、空気階段の単独ツアーグッズもストアーズの空気階段の踊り場ストアで売ってますで、まあ、一言ここでありまして、お店のデジタルまるっとストアーズということで、はい、こちらを人口がいやね、アドリブの部分が2箇所あるみたいです、岡野さん前だってさ、これでなんかダメになったじゃん、1回なんか急にやらされて収録だったからよかったけど、生でこれさ、いやそうですね、毎週録の時1回、うん、だから世界で唯一お父さんの肛門から生まれた男岡野陽一ですっていう、いやいやちょっと待って、何よ、肛門がダメだったんですよ確かね、まあまあそうね、絶対にダメだから CM 的に、でも僕そう追い込まれると肛門って言っちゃうのよ確かにね、なんかこ う, そうなんかだいぶ手前の引き出しありますもんね、うん、そうね、だから、ちょっと待って、ちょっと待って、嘘、うん、どうも一言あって、そうなんですよ、で最後に一言あるよ、最後にもあるんです、そう、最後の前っていうか、その、うん、ちゃんと取った方がいいよこういうのも、スターズさんだからこういうのやるからまた離れちゃうのよ、普通こういうのってね、そう、そのちゃんとその何ていうんですか、 CM 作家さんみたいな方がいるんですよ、一番一個ぐらいどっちか言うと、結構しっかり別日とかでスケジュールあったりとかで、そうそうそう、ですけども、はい、おはい、どうですか、じゃあ行きますか、行きますかっていうか、うん、お花ですから、もうすいません、はい、もうちょっと行っちゃいます、はい、あの BGM が先に流れますので、はい、はい、で BGM が流れたら喋り出しって感じで、はい、わかりました、 BGM が流れたら喋り出し、ちょっと一間置いてぐらいで、はい、お願いします、あ、分かった、え、やば、それではお願いします、どうも、好きな3文字はしっこ岡野陽一です、ストアーズは誰でも簡単にネットショップが作れるサービス、空気階段の単独ツアーグッズもストアーズの空気階段踊り場ストアで売ってます、しっこしっこうんこ、お店のデジタルマルトサービスちょっと待って、ちょっとごめんなさい、アピリ決まってんじゃん、ごめんなさい、頭が真っ白になってごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、何しっこしっこうんこって、やばいやばい、しっこゲームみたいな、なんか何しっこしっこうんこって、結局生放送だよね、やべえ、泣いてるやばい、おかしい、しっこ聞いて泣くんだよ、しっこうんこはダメですよ、ね、本当に。なんすか、そのなんか変な、そのうんこ千田三つおゲームみたいなの。しっこしっこうんこみたいな。違う。もうずっこ。肛門言っちゃダメだっていうのが頭にあるから、近いとこが全部出ちゃったのよ。その肛門だけダメ。肛門はダメなんだけど、そのストライク、肛門ストライクゾーンが、肛門が岡田さんのど真ん中だから。そう。だからそのインハイとかインローとか、アウトローとか行くと、そのしっことかが、うん。ごめんなさい。本当にごめんなさい。もう聞いてる方。本当に反省するんで。うん、ごめんなさい。許してください。まあ、ただ流れるかどうかは、うん、来週の放送を楽しみに。そう、流さないいよ、これ。もう流れるか。取り直そうよ、終わったら。わかんないです。ちゃんとしたのやるから。これもう判断が、もう、はい、我々じゃ判断できないので。ストアーズさんが、ストアーズさんが判断されます。で、OK だし、おかしいだろ。お楽しみに。はい。すいません。というわけで、今日は、岡野さんをお迎えしまして生放送ということでこちらの特別企画をお送りします。お、金借りダウト来ましたね、来たぞ、はい、あら、出た。こちら昨年の3月以来1年ぶりに行います、はい、こちらの金借りダウトなんですけれども、金借りダウト、うん、3つルールがございまして、はい、ルール1、全員借金がある30代以上の男性、はい、通称金借りを装ってメールを送ってください通称金借りね、はい、いいね。でそのメールを送る際のメールテーマは、うん、失敗から学んだ人生の教訓、はいはい、こちらを書いて送ってください、うん、そして2つ目のルール、本物の金借りは本当のこと、うん、はい、それ以外の方は年齢も内容も全て偽ってください、はい、ああ、はい、嘘のことを全部、ね、全部嘘のことを書いて送ってください。の内容から 名前から年から全部嘘、ね、はい、はい、そして3つ目のルール、文章や内容からもぐらと岡野さんが金借りか、うん、ダウトかを当てます、はい、電話をかけてつながった人にはプレゼントがございます、うん、こちらプレゼント、はい、先日発売になりました、うん、クズパチ本、あー出た出たよ、プレゼントさせていただきます、出たよクズパチ本、出ましたクズパチ本、あー出たー、これがなんか出たらしいよ、はい、クズパチ本、そう、なんかこのカラーのね、うん、ページが多いんですけど、そうです、うん、めっちゃ、あ、でかいサイズで、でかサイズですね、ですね、でかサイズだし、いいその紙使ってんのよ、いい紙を、紙が、紙の質がすごい、すごいのよ、
はい、そう、こういうね、あんまり見たことない髪のこういう見たこと見せなくていいんだよ、おい、こういう、おい、こっちも見せるよ。だからとにかくでかいグラビアとかが、岡野さんともぐらのグラビアとかも、グラビア写真とかも載ってます。あと何や、なんかインタビューとか、インタビュー、あーすごいんだから。でもインタビューの人はすごいよ、インタビューの方はね、ほんとすごいのよ。DJ 香織さんとか、ね、DJ 香織さんがいい。なんで DJ 香織さんのインタビューは、 DJ 香織さんインタビューっす、なんで見てくれてて、マジっすか。そうそう、えっ、ー、何かの収録の時に DJ 香織さんが「クスマス見てやるよ」って言われて、で それで多分言ったらオファーして出てくれて、矢口真理さんもあるじゃないですか。矢口真理さんももう出てくれて、矢口さんも TBS ラジオではおなじみのね、はい、あのパンサー向井さんも、あ、向井さんもずっと見てくださってる。さらにこれですよ、もうサンボマスターの近藤さん、すごくない、やば、ね、あ、そう、近藤さんお会いした時も言ってましたもんね、うん、クズパチ見てますって、うん、マミーの境だけちょっと弱いですけど、まあね、はい、マミーの境の一応インタビューもありますけど、境のね、ちゃんとこ あのキリン柄のね、はい、シャツを着て、あと答えてくれてますけど、うん、踊り場でお送りした企画のパチいい話も載せていただいているということですか。うん、そうです、そうなんですね、はい、まあいろいろ載せてもらって、はい、もうこれがね、なんとこんなたっぷり載ってね、うん、さん、はい、おいくらですか。はい、なんとこちらがですね、はい、税込みで、1980円となります。たっけーたっけーすげー、はい、これ間違いありません、1980円ですね。これはね、ちょっと衝撃ですけど、これびっくりしました、結構しますね、我々もびっくりしました。だすごくね、いい紙を使ってるという、はい、ことは何回も言われたんです。本当に決してそういう利益を上げようとかいうのは本当ないらしくて、利益で本当に上がんないぐらいいい紙を使ったらしくて、本当に素材の、でも素材は本当にいいね、確かにありが高い。そうです、あとあのカメラマンさんも確か、うん、まあ、マルコっていうね、あそうだ、僕も写真撮ってたやつ、あマルコ撮ってもらった、あの、はい、イタリアの、はい、カメラマンの、はい、そうそう、マルコに撮ってもらったのが日本語ペラペラの、はい、あのマルコもやっぱりすごい人らしくて、やっぱそういうのの、にちょっとお金とか結構かかってる、うん、なんでクズパチがそこにお金かけるの。わけわかんないよ。なんでわかんないよ、僕らも。だから写真集とかの値段じゃないもん、1980円。写真集の値段ですよ、ほんとに。そうです。そんぐらいだからいい紙を多分これ使ってて。使ってんのよ、ね。はい。まあまあまあ、だから、これをでも、ね、買ってくださいっていうよりはもうプレゼントです。そうです、今日は。そう。はい。プレゼント。そうです。これは高いよ、はい。高いから。こんな高いのをあげちゃうんだから、今日。2000円をプレゼント。2000円だよ、はい。これもう今までで一番高いんじゃない、プレゼントの中で。そうね。確かに。京楽エアバイブに次ぐぐらいで。そうそう。はい。高いよこれ、二、うん、人が予想外した場合は、うん、もう二人の自腹でクズパチボンをプレゼントします。はい、いらねえよ、あ、きついよこれ。あ、僕らが出すってこと2000円。はい。マジかよ。もう外してしまった場合ね。最近なんか仕事に来て金すぐ減るよな。昨日もね。もうとんでもないこと、もう。とんでもないから。そういう仕事やってるから。金減るんだよ、はい、ただこれお二人がこれ金借りかダウとか当てられた場合はクズパチのスタッフヤサオジの自腹でプレゼントになります。どっちにしろ払うのね、こっち側が、はい、こっち側がクズパチヤサオジ払う分にはね、全然、まあ、ヤサオジに払わせたいですよ、当てればヤサオジさんが、でもこれ前回やった時全部当てれたもんね、確か。そうでしたっけ。いや確か当てれました、うん、はい、確かほぼ全部なんか結構当ててた気がします、うん、そうなんです、うん、だから我々いけます、これいけます、大丈夫です、はい、はい、どんどん来てください。はい。じゃあ、1通目いきます。これ読むのは私が読んで。OK。で、2人で当てるってこと、ね。わかりました。はい。じゃあ、読ませていただきます。頑張ろう。ラジオネーム、ウーロンハイ濃いめ。もがさん、かたまいさん、岡野さん、小日崎さん、長井さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。はい、借金総額200万円の37歳。金借りおじさんです。私の失敗から学んだ人生の教訓は、はい、ダメ人間こそ嫁や彼女を持とうということです、うん、私は4年前に当時6年間同棲していた彼女と些細な争いから別れることになりました。別れた当初は寂しさはありつつも、はい、これで休みの日も好きなだけ寝られるし、趣味の競馬麻雀もやりたい放題だなどと、久しぶりの一人の自由な生活を満喫していたんですが、気づくと結婚資金として貯めていた貯金を使い果たすどころか、借金に手を出し、さらに食生活も乱れて、4年間で50キロも太ってしまいました。うん、今になって思うと、ダメな自分が曲がりなりにも自己管理できていたのは、
彼女がいたからだったんだなぁと痛感しております。という。うわーさあ、そう、むずこれはむずいねー。むずこれむずいっすか。これはね、ちょっと、レベル上がりましたね。いや、これは、まあ確かにね、かなりリアリティはわかるのよ、リアリティはありますよね、あの。あります。リアリティはある。ある。あらがあんまりないです。確かになんか、その、あらは、見受けられなかった感じがしましたね。うん、で、まあ、さらにあれでしょう、200万円だから別れて、うん、別れて4年間で200万円だから、まあまあこれもあるかっていうような。4年で200は、うん、4年で200で止まる。でも現実的な額ですか。うん、いや全然多分余裕でいける、まあまあまあ、余裕でいける、いけるけど、そんなにそこでそこで止まってるってことなんだね。200で止まるかっていう。ただ、そう、貯金があったっつってるんでね。この貯金の行方がね、奥様が貯めてたのかな。いや、貯金を使い果たして、うん、別れてから何年間で貯金使い果たしたか分かんないんですよ。そうっすよね。そうそう。で、借金が200万だから、最近もしかしたら借金。だから、その、僕のパターンというか、僕も18歳まで、はい、すっごいちゃんとした人間だったのよ。借金ゼロで。もう本当、なんだろう。近所から神童って言われてた人間じゃない、はい、神のわらべって、はい、が急に崩れたと、はい、パターンはあるよね。この結婚まで、ね、結婚されて6年間同棲してた。同棲です。同棲。同棲の時はまだ大丈夫だったんだけど、はい、そっからこう堕落しちゃったパターンだと、はい、すごい合点はいきますけどね。そうですね。ただ私ウーロンハイ濃いめね。どう、ウーロンハイ濃いめってどう？この借金を金借りとしてのワードをチョイスとして、うん、そう、偽物だとしたらここをクズっぽいでしょで作ってるわけじゃん。はい、そうですね。そうですね。え、うん、ウーロンハイ濃いめ言うか。俺ビールばっか飲むのよ。俺もビールばっか飲むから、ビールとかホッピーとか。そうだよね、ホッピーとかなら。ホッピーってね、これ自分で割るから、うん、濃いめとか言わないのよ。知らねえよ。そうね。自分で調整できるから。自分で調整できる。中か外もらえばいいんだから。俺な、でもまあ濃いめで頼む人もいるよ。いるね、いるね。なんか得だって同じ値段でね。で、薄めで頼む人もいるから、これ。そうか。薄めだったらね、俺はかなり、入力というか、本物だったんじゃないかっていう。なるほどね。だってつけるわけないんだもん。真似してきて薄めって。濃いめがちょっと狙いすぎな気がするんだよ。これはざとい感じ。嘘を隠すために濃いめを入れちゃったと。はいはい。ウーロンハイだけでもよかった、ね。よかったよ、確かにね。さあ、どっちにしますか。ちょっと待って。全員に挨拶してきたとこが俺引っかかんだよな。野倉さん、かたまりさん、岡野さん、越崎さん、永井さん、こんばんは。はい。もう、作家の永井さん、ディレクターの越崎さんにも挨拶を入れてきているという。そうなんだよね。はい。しかもなんか、そうね。あ、でも、でも、あらがないから。いや、あらがない。本当にあらがない。うんうん。わかるわかる。多分、ずっとそういう、コア、核の部分は、激ヤバだったんだけど、はい、その彼女さんに押さえつけていただいて、たものを解放したタイプの、もう、ベタクズです。ベタクズということは、はい、金借りと。この人は、いい？どう？モグラ。いや、行きましょう。もう。行けるよね。行けると思います。俺も行けると思う。ラジオでも大丈夫だと思う。うん。俺もあんまアラがないので。はい。そう。じゃあもう。はい。行きますね。はい。せーので。はい。行ってください。はい。金借りか、ダウとかね。はい。はい。せーの、金借り！さあ。正解はどちらなんでしょうか。電話してみましょう。電話来い。電話だ。電話だ。はい。電話だ、電話、電話。そうだ。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い、これ。今から電話かける方は。はい、電話かけますからね。金借りか、ダウとかっていうのを聞きますので。もしもしは言わないでください。言わないのね。もしもし言ったら。絶対言わないで。いつもね、そういうもしもし。気づいちゃうから。そう。私が聞きますから。うん。うん。うん。うわー、繋がる、これ。繋がんなかったらもう金借りね。繋がんなかったね。そりゃそうだろ。そりゃそうよ。そりゃそうだろ。繋がったら。そうよ。買ったら金借り。繋がんなくてダウトなわけないんだから、だって。うん、頼むよ。いやいやいや。で、50キロは太るよな。4年で50キロ。4年で50キロ。大丈夫だよ。いける。太れるよな。よしよしよし。間違いない。全然太れますよ、4年で50キロ。太り方だ。金借りの太り方だ。4年で50キロ全然太れます。わ。あれ、繋がった。あ、繋がった。あ、あなたは金借りですか、それともダウトですか。金借りです。やったー、見たかー、こらーほらー、わかるよ、ほら
カリカリでした。わかりますよ。カリカリです。はい。カリカリです。小泉さん、そのパターンで合ってます？はい、もう全部本当です。いやー、よかったー。じゃあもう本当にもう お別れしてからもうそのダメな部分が全部出てきてしまったという。はい。うん、はい、あ、でもね、それは元からあなたの中にあったものですから大切にしてください。今の自分こそね、そう、本当の自分です、はい、そう、いや、それを否定してはいけませんから、はい、僕ら、はい、さんも借金これ以上増えないように頑張りましょう。ありがとうね。優しいね。僕今のうちに言っときますけど、もぐらは今年中に800借金する、はい、あの先にここで言ってきます。後から後付けだって言われると嫌なんで800いくと思った先に、はい、800万間違いないです。それではやったんだからさ、1回全部。ウロハイコイミさん、おめでとうございます。クズパチパチプレゼントしますので、ありがとうございます。はい、送らせてもらいます。やさおじのしばらでプレゼントします。ありがとうございます。おめでとうございます。ご紹介ありがとうございました。はい、無修正のチケット取ったんで楽しみにしてます。ありがとうございます。お待ちしてます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんてこと言うんだと思ったけど、単独単独ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、ありがとうございます。はい、では続いてよし、メールいきましょう。ラジオネーム夏色サンセット、もがさん、かたまりさん、岡野さん、どうも。見た目はおじさん、頭脳もおじさんのもうすぐ50のパチスロ大好きおじさんでーす。僕が金借りをするようになったのは大好きな海がきっかけです。あのきらびやかなスペシャル魚群画面が忘れられず、かれこれ10年近く消費者金融から金を借りる生活を送ってます。うんうん、笑い。いいぞ。僕の失敗から学んだ人生の教訓は、確変中にトイレを我慢しないということです。僕はオカルトを信じすぎて膀胱炎になりました。なかなかうまくはいきませんね。クズパチいつも楽しく見てまーす、ということ。あれこれはもうさ、もぐらさん、これもう、いや、これも完全にダウトでしょ。僕も同じ。あ、これ完全にダウトですか。もう議論の余地もないですね。これはもうダウトですよね。これどこが考えても全部ダウトですか。全部ダウトでしょ。そうなんですか。学園中にトイレを我慢しないってことを思ったんでしょ。はい、で我慢はしなきゃいけない。うん、そう。あの、膀胱炎になったとしてもするし。そう。仮に好みが膀胱炎になろうと。なろうが、また膀胱炎の方も我慢してるから。そう。練習は。そう。すでに。このね、それをなんかしないってことは。何言ってんのと思って。その、金借りじゃないよね、この話。学園中にトイレ行っちゃったらもう終わりじゃんだって。はい。そうなんですよ。学園中はもう絶対席を立てないと。いや、そりゃそうです。そうそうそう。だから膀胱炎なんかに負けないぞっていう気持ちが足りてないし。当たってんだから今。でもどう考えてもダウトですか、これ。これは俺もどう考えてもおかしいんで。しかもね、これスペシャル魚群画面。そう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 。俺もここ。何スペシャル魚群画面画面っていう、なんか言い方が、ね。言い方がおかしい。うん。スペシャル魚群リーチとか、まあ、スペシャル魚群予告とか、そうそうそう、っていうか、スペシャル魚群でいいのよ、これ。そうそうそう。スペシャル魚群が、みたいな。スペシャル魚群画面なんて、はい、うん。そんな単語ねえよ。じゃあ、ちょっと、あの、お時間も限られておりますんで、せーのでお二人、答えを言ってください。あと、海で借金ってね。そうなの。まず海で借金っておかしいんだよ。ガロで借金とかだったら分かんない、はい、そう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 。北斗でとかね。海でおかしい。吉宗でとかさ、はい、海ってそんな借金するようなものではございません。そのもちゃんと緩やかに、そう、あの、ちゃんと確率通り出る機種だから、海って。安定感がある。安定感が売りなんだから。もうこれはもう、でも、もう大丈夫です。じゃあもう、はい、はい、せーので答えを、はい、お願いします。はい、せーの。ダウトダウトということで、さあ、電話をかけてみましょう。はい、これはもう、すぐ分かった。これはもう考えてもダウトです。はい、はい、はいっていう。はい、もう。ちょっと甘かったですね。そうなんだ。変にパチンコとか入れてきちゃうとバレちゃうから、ね。そうそうそう。あんまりね、知らない方がね、あんま言わない方がいい、これ。バレちゃうから。あなたは金借りですか、それともダウトですか。ダウトでーす。よっしゃー。いやー、見たかー。ドラー。やっちゃったね。あらら、打たないでしょ、あなた。あなた、打たないでしょ。打たないです。ほらー。
がいたね。何？何スペシャル魚群がダメってさ、ねえ、気分悪いだろうな。ねえ、何のこと言ってんのあんた、スペシャル魚群っていうのは。何きらびやかって。ハイビスカスモードの魚群のこと言ってんのか。それともあのタイマーの魚群のこと言ってんの。ジャパンとか出たやつ。海物語ジャパンとか出たの。調べたの。何調べたの、ね、あのタイマーで、ね、海スペースこの今のきらびやかで調べたのか、ね、一台に一斉にさバーってあのカウントダウン始まってずっと喋るの。それで曲が出たらラッキーっていう。もう声もなってないんでしょ。ずっと喋るな。喋らせろ。ごめんなさい。学園中トイレ我慢しないっておかしいから。しろ若いもう女性の方ですかね。はい、うん、調べたんですか。そうですね、調べました、ね、いやいやいや、わかるよ。まあね、うん、こんな深夜におじさんに罵倒されて、ね、まあ、海で海は危険よ。海で借金、まあ、海は本当危険なんですよ。結構ね、海ってパチンカーのその基礎っていうか基本が詰まってるから、はい、意外とバレやすいの、ね、よ、はい、そう、これ海で例えちゃうとね、バレちゃうのよ。だからもうちょいマイナーな、壊るレールガンでとか、そうそうそう、うん、そういう風に言ってくれたら我々も、はい、まあ、レールガンのオカルトはこんな感じなんだとかあったんですけど、うん、海なんでね、はいはい、これはバレちゃうよ、これはバレちゃうよね、はい、いやいやいや、でもしょうがないよ。はい、では、はい、あの夏色さん、生徒さんの、いえいえ、とんでもない、ありがとうございます。クズパチ本をプレゼントするんですけれども、はい、いりますか。え、欲しいです。ありがとう、ありがとうございます。あのもう、うん、皆さんのこと大好きなので。わ、嬉しい。いや、私もよ。ありがとね。ありがとうございます。本当にさ、いつもありがとう。ごめんね、ごめんね、本当にな。おめでとうございました。ありがとうございました。じゃあ、優しいおじばらでプレゼントします。ありがとうね。ありがとうございます。はい、ありがとう。楽しみしてます。ありがとうございます。さあさあ、ラスト行きましょう。ラスト1人、ね、今んとこ2連勝できております。はい、いいわこれ。ラジオネーム、タイマニア。タイマニア。失敗から学んだ人生の教訓。ノー挨拶。若い頃のおしゃれに革靴は使うな。おお、うん。19歳の時にできた彼女と会うために格好をつけて革靴を買いました、うん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 、しかし駅でうんこがしたくなり、大急ぎで駅内のトイレに向かったものの失敗。無印良品のある駅だったので、うん、パンツを履き替えることに成功しました。すぐに2回目の催しが来て、階段ダッシュが間に合わず、これもアウト。待ち合わせに遅れると、今度は慣れない店で食事をすると、そこで喧嘩が勃発。うん、プレゼントに買った4度 C のシルバーアクセサリーは、金属アレルギーということでゴミに。最終的にその晩振られてしまいました。ガキが革靴で慣れないレストランへ行くべきではない。いいね。この頃の教訓生かされておりません。見栄を張り続けて早20年、高いスニーカーや車、時計を買い続けて大して収入も増えず、積もり積もって借金420万。どうやったら返せんでしょうか。これはすごいですね。いやー、歴史の年表みたいに失敗がボンボンボン。マジか。いや、本物っぽいけどな。ぽいです、ね。かなり僕っぽいんじゃないかと思いました。やっぱり挨拶がないという。そうね。そう、はい、でもこれは、あえて抜くパターンもあるしね。もう。でもあんま見たことないよね。ラジオの。はい、メールで挨拶いきなりね、もう失敗から学んだ人生の教訓って、もういきなりこのテーマからパイプが、うん、この時点でもうだいぶおじさんっていうことを俺は確定してると思うんだよね、はい、そうなんだよな。あとは金借りのおじさんなのか、はい、ダウトのおじさんなのかっていうことだと思うんですよ。ただここでだからギャンブルを入れてきてないという、その借金のギャンブル、いやそうね、だからかなりの手だれの可能性あんのよ。挨拶わざと抜いて、うん、はい、システムが分かった上で抜いてて、はい、で僕420万が一見本物かと思ったけど、はい、そこすらも分かってんのよ多分。420って言った方がリアルじゃん、まあそうですね、っていう技術、400万ですってあえて言わなくて、はい、挨拶もあえて抜いたって可能性はあるんだよな、はいはい、すごい手だれの可能性が、手だれ、あ、確かにね、激手だれの可能性はある、うん、確かにギャンブルに一切触れてないんだよな。でも確かにギャンブルを一切しない金借りの方もやっぱりいたりするじゃん。いや、もちろんもちろんそうですよ。そういう金借りの方も。そうね。なんか、でも俺ちょっとできすぎてる気もする。このレベルの、はい、このレベルっていうか、こういう超
天才職人の可能性がある。なるほど。はがき天才職人。もう本当にいい塩梅をビシビシついてきたダウトなんじゃないかっていう。なんかめっちゃいいラインばっか疲れて、はい、あの、あるじゃん。こいつ素人じゃねえな、みたいな。はい、もうレバーばっか殴られるみたいな。的確に。こいつ分かってんなって。なんか、はいはいはい、途中から俺気持ち悪くなってきたんだよ。はい、なんか完成度が高すぎんじゃねえかっていうのはあるけど。いやー。でも出ないか。俺は出ないんじゃないかなって、こんな職人いたら、だってこのね、電話番号だけ最後に書いてあるとかもね、もうぽいのよ。だからこれ、もしダウトだったら天才だと思う、俺本当に。はい、いや、そうなんだよ。うん。天才パターンね。ラジオネームタイマニアも何の意味もなさそうで。いや、ここら辺が、なんかさ、はい、そうか、ガチ金借りだとしたら。ガチ金借りだとしたら、ね。でもガチ金借りが、これの情報をどっかでして、ツイッターとかですか告知は、はい。ツイッターとか。ツイッターです。ツイッターで見て、ここにまでたどり着くとは思わないんだよな。だ普段から聞いてくれてる、そうそう、普段から聞いてくれてる方がガチ金借りだったっていう可能性がやっぱ、はい、だからたまたまそのツイッターで見てたどり着いたというよりかは、うんうん、毎週聞いてくれてる方がガチ金借りっていう、はい、これは確かに金借りだとしても結構我々の先輩というか額じゃなくて、いやなんかそんな感じがしますね。達観されてんのよ、はいはい、どうやったら返せるのでしょうかって言ってるけど別に思ってないからこんなもん。そうそう言ってるけど、まだ最後締めの言葉で、ね、あの使ってるだけではまたみたいな感じだ。そうそうそう。これはね、そう、ご機嫌ようぐらいの。全く反省してない別に。何とも思ってない。何とも経験分ない。辛いとかも思ってないから。はい、ガチだとしたらね。じゃあそろそろ。うわどうするこれ模擬のめっちゃむずくない。いや俺はむずいけど俺はね金借りじゃないかなと思ってね。確かに大先輩のパターンはあるか。さあ。ちょっと待って、ちょっともうちょいだけ待って、ちょっと待って。もう時間ないのか。本当に競馬ぐらい予想するじゃん。4度 C とかもリアルなんだよな。4度 C がね、これ、あえて4度 C 入れてきてんのがね、俺はね、本当じゃないかなって思う。なるほどね、革靴。時間ない、時間ない。時間ないの本当にない本当に当てたいんだよ、俺。悔しいんだよ。見え張り続けて早い。19歳でしょ、だから、20年前にってこと、今30年前にそうかな。だから、20年前に4度 C ってあった、あった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 。じゃあ、もう、そこじゃない、これ。俺、怪しい文才がある職人だと思うんだよ、これ。あー、どっち、やばい、予想できない。え、どっち、CM ラップ、 CM 中に。あー、ちょっと前マジで決める。踊り場。これは、金かけてんのか。しいな、これ。空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間なんです。で超天才職人の決めてください。ずーっと喋ってますけど、ガチヤバマンだとしたら、ガチヤバマンが2ね。ガチヤバマン。2枠がガチヤバマン。ガチヤバマン。なんか枠ができてんだけど。1枠超天才職人。2枠ガチヤバマン。ガチヤバマン。3枠は、うん、だから、ガチヤバマンだとしたら。競馬作り始めてる。違う、そもそも。早く決めてくれって。生放送なんで。え、このガチヤバマンが、まずはが、こういうのを送ってくれるまで行き着かないと俺は思ってんの。ガチヤバマンが？そう。だって行き着かないもん。だってこのめんどくさいじゃない。こんな送ってくれるなんて。ってことは、リスナーさんで、たまたま、あ、俺これの企画いけるって送ったっていうパターンでしょ。いや、でも、どうも、いや、でもじゃね、決めろって。やっぱり、俺のね、うん、この、ここの、最終的にその場を振られてしまいました。ガキが、わかります。革靴で慣れないレースが行くべきではないって、このガキの、何が気になるガキっていう言い方ね。これガキってね、俺ね。自分のことガキって。その、出ないっす。やっぱ職人だったら、そうなんです。ガキって俺使うかなっていう。天才職人でもこのガキって文、うん、は書けないよな。そう。ガキがって始める、うんうん、じゃあ、もう金借りじゃない？いやー、それはさ、もういいって、ほんとに。確かに。でもガキがっていうのを書けるわけないわ。なかなかガキがって言えないでしょう。うん。で、どうやったら返せるのでしょうか。だから引っかかるのがこの420万っていうところと、うん、まあ、できすぎてるっていう、その、できすぎてる。あまりにも、やっぱりそのなんか、ね、犯人がもう一人いるときとかそうですもんね。そうそうなんか、できすぎてると、それね、そのパターンで合作もあるぞ。合作？合作？そう。天才職人とガチヤバマンがタッグ。天才職人の親父がガチヤバマンだから、そういう可能性があるんだもん。ガチヤバマンが送るっつったら、はい、天才職人がちょっと添削したとか、はいはいはい、はい、とかもあるよ、ね。送ってきてるのは天才職人の可能性。つらんじゃこれマジで。いやでもこれ、ね、マジで終わるって番組。でもガキがはマジで出ない。早く電話かける。ガキが革靴で慣れないレストランに行くべきではないっていうこの言い方のね。言い方がね。
でもこの人がもしガチヤバマンだとしたら、本当多分なんかでっかいことできると思う。今から自分でも気づいてない。ビッグになれる可能性が。気づいてない多分才能があるから。どっちにしろすごいよね、はい、ただそのガキのポイントは確かに俺も引っかかる、うん、これはねそれがやっぱり引っかかる、引っかかります私は。そうね、これはやっぱり4度 C ただ俺4度 C のシルバーアクセサリーは金属アレルギーということでゴミにができすぎてる、この この2行だけ削ってれば俺完全にガチエバマン、はい、しかも 2回うんこ漏らした後にそう4度 C が金属アレルギーでゴミになって、でさらに振られるっていうね。そう。なんか、これは確かにすごいエピソード。欲しがっちゃった、はがき職人の欲しがっちゃったパターン。じゃあダウトですか。第一回言えねえよ。本当に、もう56分過ぎてんだよ。ちょっと待って、1時までやばいやばい、してよ、ほんとこれ。早く決めろ。だって自腹だからさ、これ。いや、そうなのよ。そう。だってそう思わない。これ、4度 C は、金属アレルギーやりすぎじゃない？いやーでもわかだから金属アレルギーって一回私言ったじゃんとか、うんうん、そういうのが俺は はしょってると思うんですよ。多分彼女が最初そういう金属がダメだとか言ってんのにそれで買ってったから話聞いてねえじゃんってゴミになっちゃって振られたっていう、うんうん、じゃあ金借りだお前、いやもうなんだよお前終わるって言ったって56分よ人が真剣に予想してた真剣にやってる時に口出すだろそうなの分かんねえ金は出さねえくせに口だけ出しやがって口だけ出しやがってお前はよでも58分何秒かで終わるんだよ番組若い頃のうわそうなの本当にやばいんだ本当にやばい行くもうガキガニかけるガキガニちょっとかけたい OK ガキガニかけたいじゃあ答えをお願いしますせーのガニガニさあ、電話かけてみましょう。頼む。どっち？これはむずいぞ、マジで。頼む。10分以上予想してたんじゃないですかね。悩んだ末に。あれ？もしかして伝わったかな？あ、もしもし言わないでくださいよ。絶対ね。こったね。もしもしはダメよ。出なかったら金借りね。出なかったら金借り、ね、よ。出なかったら出るな。出るな。粘れ。出るな。金借りだ。そうだろ。出ない。マジで出ないの。金借り。ただいま電話に出ることができません。やった。マジで金借り。絶対だって。絶対金借り。ダウトだったら出るもん。出るもん。すげえな。ダウトだったら絶対出るじゃん。正直ダウトだったら絶対出ます。出るの。ダウトだったら絶対出るでしょ。じゃあ。金借りなんて俺出ないっすよ。金借りでも普通出る。ガチヤババマンよ。ガチヤババマンだから出ないでよ。アナウマだ。そう。ガチヤババマンだから出ない。もう一回かけてます。ええもう一回かけてます。いや、出ない。出ないって。ガチヤババマンだから。ガチヤババマンだから。もうマナーモードで寝たんだよ。答えは。ただいま、電話に出ることができません。マジいや、寝たんだってこれ。いや、絶対よしやったぞ寝たんだって絶対寝た。本当にガチヤババマンじゃん。嬉しい。ね、考えられない。これだけずーっとこの人の予想を10分以上やって出ない。ほらネタ。そらだからガチヤバなのよ。いやいいですね。もう今回も終わりますから。ここまでの相手は空気階段の水川かたまりと続きモグラと岡野陽一でした。さよならー。